よさくはきを切る。へいへいほー。はい、ということで、マイクラフトをやっていきます。どうも、三浦です。見てください、この見事なまでの突っ張高いやー、防具と武器がね、何一つなくなりました。金の剣がありますけどね、もうこんなの生倉なんで。いやー、前回、前々回ね、ネザーに行ってきて、 ウィザースケルトンに何回もやられてしまったんでアイテムがなくなっちゃったんですよねで今回は何をするのかというとですねネザーに行ってアイテムを取りに行くのもいいかなと思ったんですけども最近ネザーがずーっと続いていたんで別のことをやりたいなと思います今回やるのはこれですゾンビ牧場を作っていきたいなと思っています結構前に 豚と羊の牧場は作ったんですけどこれやり方によってはゾンビの牧場も釣ることできるなって思ったんですね、まあ、早速ゾンビたち集まってきてますけどこれ朝になってしまうとゾンビたち焼けちゃうんですよねうんなんで朝になってもゾンビたちが死なないように工夫をしてゾンビ牧場っていうのをねちょっとやっていきたいなと思ってるんですよじゃあ早速やっていきましょうかね まあやり方はね、あの簡単です。このゾンビたちの上に、えー、と、まあ、天井を作ってあげるって、ただそれだけなんですけど、やっていきましょうか。こんな感じで天井を作っていくんですけど、うわー、これちょっと地味な作業になりそうだな。やばいちょっと待てよ。朝が来る、朝が来る。ゾンビたちが焼けちゃう。 まずいーゾンビたちが燃えてるうわーちょっと間に合わなかったかあーダメだーちょっと間に合わなかったねうわー燃えちゃってる何匹かやられてしまったかもしれないあれちなみにさこれ上にこの土ブロックを置いてあげれば多分ゾンビたちは焼けていかないよね大丈夫だよねこれは。 オッオッケー,オッケーゾンビたちやられてないいい感じだねじゃあこれちょもうちょっと拡張していきましょうかでゾンビたちに関してはできるだけちょっと集めていこうかななんで燃えてるゾンビが燃えてるあーこっちかちょっとこっちが足らないのかうわー燃えるなー燃えないでくれ 大丈夫かなさっきのゾンビやられちゃったかなうーちょっとまだ確認できないなさあ天井に関してはこんなもんでいいですかねまあこの天井はあくまで下にいるゾンビたちに朝日が当たらないように作っただけなんですけど一応フェンス作っとこうね。 多分この上にもゾンビたちが湧いてきてしまうんでね、こっから村の中に入られたら嫌なんでこんな感じかなこんな感じでできたゾンビホイホイね、上にただ天井があるだけっていうただそういう簡単な仕掛けなんですけどよし、じゃあこれでちょっと時間が経つのを待ってどれだけゾンビたちが集まってくるかね 試してみましょうかなんでクリーパーがそこにいるんだろうちょっと待ってよえちょっと待ってようんゾンビが来るのはいいんだけどなんでクリーパーが村の中にいる,いるんだあれこのゾンビホイホイの仕組みなんかちょっと欠陥があるのかえー、っと待ってよちょっとうわうわうわちょっとまずいことになってるまずいことなってる,、ま、ってるちょっと逃げよう うわあ。マジか。ちょっとこっちの方逃げようかな。ちょっと待って、今、人参しか持ってないから。人、人参しか。くそこい硬いな。硬いな。うわ、マジか。後ろから来た。うわもう、マインクラフト慣れねえわ。なんでいるんだよ、お前がこの村の中に。 うわうわ入ってくんのかお前うわー最悪最悪だよやっぱあれだなちょっと装備がないのかなり厳しいなこっち行こうかうわ爆破されてる いつの間になんでだろうここなんか爆破されてんな多分まあクリーパーがやってきたんだと思うんだけどおかしいなこんなこと初めてなんだけどさあちょっとみんな戻ってなんかゴーレムたちがね外出てるからおかしいなと思ったんだけどちょっとみんなずいぶん数いるな戻ってください あー出て行っちゃったよあいつとかさどうしようかなもう <noise> さあ戻した いや、なんでここ爆破されていたんですかねしかも結構爆破されてるよ。3箇所ぐらいか。1箇所、2箇所、3箇所ぐらい爆破されて。あれかなクリーパーってゴーレムに攻撃されると、その時点で爆発しちゃうのかなそれしか考えられないんだけど。さあ、ちょっと戻りましょうか。今、ゾンビホイホイやってたんだよね。 戦ってくれるのはいいんだけどあれなんか全然集まってないんだけどゾンビがなんかさいなくなっちゃってんじゃんしかもあーどっか行っちゃったのかいやーどうそうしたらどうしようかなそしたらこのゾンビホイホイをもっと村から離れた場所に作んなきゃダメか。 さっきここに集まっていたゾンビたちね他の村人たちに反応してどっか行っちゃったんだなきっとさっきクリーパーに吹っ飛ばされたこの家どうしようもうなくなっちゃった建築資材がうんまあ直すのはまた今度にしてこっちだよねゾンビホイホイを改良しよう まあさっきも言ったんですけど、ゾンビたち、この2人の村人たちに反応して、ここに集まってきた村人じゃなくて、ゾンビがですね、多分他の村人に反応して、どっか行っちゃったんですよ。ということで、もうちょっと、このゾンビホイホイを村から離さないといけないと思うんですよね。なんで、これ、ちょっと解体しましょう。 そしたらちょっと移動だなちょっとこのフェンス壊して村人をちょっと連れていかないと奥の方にいや本当は鉄道とかあるといいんだけどああ行っちゃうし行っちゃうしこれ手で押していけるかな うわぁ、ダメだやっぱ動いちゃうなあさぁ、そうだちょっと村から離れたところに行ってほしい離れるんだ戻るなあそっちじゃないそっちじゃないぞ、お前そっちゾンビたちが大量にいる場所だから、えー、ここもですね、僕が今作っているゾンビがですね、大量にいわ…う来た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  ああやばい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 ,やばい,やばいやんなうわーマジかマジかマジかどこだ入り口で入り口が分かんねえもうやっちゃったいやちょっと待ってえっ、ー、とですねここここ僕が作っているモンスターハウスなんですよね、えー、お前助けるために死んじゃったじゃないかえっ、ー、とこれ やたら暗いな出口は分かんねえんだけどここかうわすげえことなってんないやこんなに暗いと思わなかったらもうちょっと明るいのかなと思ったんですけどすごいなんかいたね今雲が。 うわうわうわ、あこれもうダメだ一度中入っちゃうとどこが出入り口か分かんなくなっちゃう松明がないと厳しいねこれはうわダメだあもう分かんないもう分かんないおなんだ今今なんか爆発した音が聞こえた ちょっっと戻ってみようかなんでなんで今村のどっかで爆発した音が聞こえたんだけどここっぽいないや違うか爆発した場所ここじゃないかなんだ今爆発したはい今日はゾンビホイホイを作る予定でございました まあこんな感じに村人たちに集まってゾンビが集まってくるんでこのゾンビたちの上に天井にですね土ブロックを引いてあげれば朝になってもこのゾンビたちが死なないということでそういう感じのゾンビ方法を作る予定だったんですけども1つ計算違いだったのが集まってきたゾンビたちがですね他の村人たちに反応してどっか行っちゃうんですよ。なんで ゾンビホイホイを作るんだったら、村とは離れた場所に村人を連れて行って、でその場所にゾンビホイホイを作るね、えー、やり方じゃないといけないかなと思っているんですけども、ああれは僕のシャベルですね。あ、ああ、ああ。シャベル返してほしい。返してほしいけど、あんなか入っちゃうと俺死んじゃうんだよね、きっと。あ、戻ってきた。あ、また入っていった。うん。 何の話していたっけそうゾンビホイホイを作るんだったら村の離れに村人を連れて行って、えー、その場所にゾンビホイホイを作るしかないんですけどただ村人を村の遠くに連れていく手段が今の僕にはないんですよなんでちょっとですね今回はここでおしまいにして次回ですねゾンビホイホイの続きをやっていきたいなと思います